はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、9月6日火曜日になりました。本日はですね、関西ウォーカーの最新の発売日は、はい、皆さんありがとうございます。ということでですね、発売日の、夜ですね、20時からは関西ウォーカー TV ということで、始めたいと思います。本日はですね、アベマ TV とニコニコ生放送ユーストリームで配信しております。コメントもどうぞお寄せください。司会はですね、毎度おなじみ関西ウォーカー編集部の若林です。本日からですね、なんとアシスタントがついております。ご紹介どうぞ。はい、新アシスタントになりました福田あずさと申します。よろしくお願いいたします。はい、よはい、福田さんはですね、前回も紹介しましたが、現役の女子大生ということで、はい、既得なことにですね、アシスタントやってくれるということで来てましたが、いかがですか？すごい楽しみです。はい、はい、お友達に言ったりしてるんですか？言いました、フェイスブック。あ、嬉しいですね。はい、フェイスブックやってるんですね。はい、はい、なるほど。ということで、皆さん福田さんをですね、ぜひ応援してください。お願いいたします。はい、一応相性はですね、あずあずということで、はい、あずあず頑張れとかですね、言っていただけると助かります。はい、よろしくお願いします。今ね、ニコニコ生放送、あずあずって来てますね。あずあず、優しいですね。はい、来てます。どんどんですね、ニコ生、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回ですね、関西ウォーカーの最新号、私の方から簡単に紹介しますと、秋のフルーツ旅ということですね。秋のお出かけで人気はですね、なんだか分かります？ブドウ。あ、ブドウ、ブドウ出た。はい、ブドウ狩りとかね、味覚狩りね、うんうん、味覚狩りのシーズン。まだですね、9月残暑厳しい中ですが、まあ9月になりましたん で、 そうです、ね、まあいよいよ秋ということで、美味、うん、しい食べ物がいっぱいですから。そうですね、うん、味覚狩りのドライブとかですね、秋のスイーツとか、いろいろ紹介している秋のフルーツをテーマにした、お出かけ情報やスイーツ情報満載の特集があります。で、もう一つがですね、新世代ラーメンということで、人気のラーメン特集。まあ、ラーメンあずあずそんな食べないですよね。そうですね、もう食べない。あんまり本当に食べないですね。そう、はい、女の子ですからね。はい、やっぱカロリーが、うん、なんか、うん、あ、暑くないですか？食べた後。食べた後暑いですね。冬とかは食べるんですけど、汗かきますよね。今の時期はそう、あんまり食べないですね。はい、僕なんかあれですよ、会社にいるときは大抵カップラーメンです。あ、そうなんですね。はい、もうカップラーメンは何年も食べてないです。あ、何年も食べない、はい、それもやっぱり健康に気遣ってですか？あの、お汁を捨てるのがめんどくさいので、うん、あ、めんどくさいですね。僕だからめんどくさいから飲んじゃいます。塩分がやばい、気になりますけれども、はい、はい、まだですね、糖尿病にかろうじてなっておりませんが、ラーメン特集ですね。これはね、あの、秋の定番で、人気のコーナーで毎回やっております。新店盛りだくさんでやっておりますんでね。はい、で、それとですね、さらに人気のものはですね、ホテルの食べ放題攻略法ということで、また9月からですね、ホテルは秋の食べ放題に切り替わっていきますので、それの紹介と攻略法、ホテルの食べ放題なんかはあずあずは好きです。好きですか？ なかなか食べれないんですけど、はいはいはい、すごい普段よく食べるんですけど、うん、あ、そうなんですか。あの、制限時間があると焦っちゃって、うん、はいはい、意外と食べれないんですよ。なるほど、うん、でも本当に行ってみたいです、はい、でもホテルビュッフェとかはね、うん、女の子人気ですか？人気です。人気です。スイーツまで、ね、友達とか結構行ってます。あ、そうなんですね、うん、はい、ということで、ぜひぜひホテルの食べ放題という形でやっております。はい、さらにですね、新アシスタントアザーズがこう押す、まあ、読み込んでくれてますんで、はい、どうか特選、はい、アザーズ面白いコーナーですけど、はい、新コーナー、はい、私のコーナーで、どんなコーナーでしたっけ？あの、大体多分立ち読みされる方って一番前のページから見ると思うんですけど、はいはいはい、そこを私が熟読した結果、まずここから読んだら、はい、もう買ってくれるだろうなっていうところを、なるほど、はい、選びましたので、はい、よろしくお願いします。はい、今月号は、はい、どこですか？じゃじゃん、じゃじゃん、37ページ。これスイーツですね。そう、完全にちょっと独断と偏見なんですけど、はいはい、私、あの、栗と、はい、あの、かぼちゃ、かぼちゃね、お芋がすっごい好きで、あ、そうなんですね。もうそれがこの1ページにまとめられてるってなったら、うんうん、もう見るしかないですよね。はい、たくさん美味しそうなものも、うん、あの、載ってますので、はい、ぜひ見て秋の味覚楽しんでください。おうおう、なるほど。あの、限定とかもあるので何日までっていうのがあるので、そうですね、それを気をつけながら、ね、そう、早めに買いに行ってください。はいはい、なるほど。はい、あずあずツイッターとかやってないのって来てますよ。ネイルかわいいねって。ありがとうございます。変えたんです、秋仕様なんです。はいはい、ちょっと寄ってこれだんだんちょっとすごいよく見えますね。はいはいはい、秋仕様で、これなんかテーマがあるんですか？いや、
色ですね。あ、色で。そう。色が秋だ。秋で、そう。で、この黒いところ、茶色って私言ったと思ったんですけど、うん、出来上がったら黒になってて、はい、まあまあいいかなと思って。なるほどね。はい、みんな見てますね。ありがとうございます。ハイデル可愛いでってことです。あ、モンブランね。モンブラン。はい、モンブラン美味しいですね。うんうん、はい、ということです。はい、あずあずは、栗が好き、芋が好き。お芋が好きです。あとかぼちゃがすごい好き。あ、かぼちゃが好き。うん。うん、かぼちゃなんかあるんですか？天ぷらでも、はい、天ぷらでも煮物でも、うん、あのケーキでも何でも好きです。はい、何でも好き、うん。アイスになってるのも好きですし、はいはいはい、かぼちゃは大好きです。かぼちゃに根がないです。はい、かぼちゃ大好き、はい、アズアズということでした、はい。ぜひチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、ということで関西王冠最終号発売してますので、ぜひ書店コピーでチェックしてください。はい、今日はですね、なんと盛りだくさん来ておりますんで、早速読んでいきたいと思います。アズアズから読んでもらっていいですか、はい、アイドルゲスト、はい、1組目。キャラメルリボンさんです。はい。こんばんは。皆さんこんばんは。あまれ。青いセーナー。ダイヤの3人娘、キャラメルリボンです。よろしくお願いします。よっ。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、キャラメルリボンさんは何回目です？もう3回か結構出させて4回ぐらい来てますかね、はい、この前1人で来てね、はい、1人で来ました。寂しい感じでしたけど。クイズをね、はい、正解して。頑張りました。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、続いてもう2組目。はい、カムイントゥブルームさんです。はい。皆さんこんにちは。私たちは東大阪市のご当地アイドルカムイントゥブルームです。メイリこと朝日のメイリです。ナズこと花園ナズです。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、座って1人前でお願いします。はい、まあ椅子ちょっとぐーっと動かしてもらって構いません。はい、カムイントゥブルームさんは初めて。はい、別のグループで来てもらったことありましたね。はい、初め、はい、初めね、10月ぐらい。あ、10月ぐらいね。一人で、一人でさんと一緒に呼んでいただきます。あ、なるほど。はい、カムイントゥブルームさんは東大阪拠点に活動しているということですけど、ちょっとすいません、キャラメルリボンさんからじゃあ最近どんな感じなんですかね、はい、夏は忙しかった夏は、はい、そうですね、忙しかった、うん、ライブでいろいろどっか行ったりしてたの。はい、9月の21日に、はい、新曲が、新曲が出る、新曲のビューティーバタフライと、はい、星空と雲という両 A 面の新曲が発売されます。なるほど。で、何枚目ですか？何枚目やろ。7枚目です。はい、で、はい、そのリリーベとかも兼ねて東京に、うん、行ったんですか？4日間、5日間ぐらい。8月に、はい、はいはい、行かせていただいて。どこ行ったんですか？川崎の方とかも行って。川崎って東京じゃないです。ですそう、東京じゃないですよ。神奈川県、ちょっと神奈川ですね、はい、はいはい、工場がある。近いです、めっちゃ。東京とめっちゃ近い。そうなんです、はいはいはい、品川から4分で着くとこです。はい、川崎に行った。7分、何分でもいいですよ。何分でも。川崎に行ったり、東京に行ったりしたんですね。そうです。キャンペーンで。はい。どうでした？楽しかったですか？楽しかったです。でもずっと歌ってたな。ずっと歌ってた。観光とかはしなかったんですか？シーンがだけしなかったです。何回か行かせていただいてるので、はい、前に行った時はしたんですよ、観光ちょっとだけ、うん、でも今回は、うん、新曲の練習とかもあって、はい、夜まで練習してたりとかで、はいはい、もう眠たくて、うん、そうなんですよ。眠たいけどやれたと。眠たい、ライブまでには起きてるんで大丈夫なんですけど、うん、その観光をする時間やあったら寝ようよみたいな。確かに。そうなんですよ。なるほど。睡眠時間優先しました。はいはい、はい、ということで気になる新曲ちょっとだけかけていただいてるんですよね。あ、はい、はい、そうなんですよ。ちょっとだけかけても。田中さん大丈夫ですか？はい、初公開。タイトルもう一回言ってもらっていいですか？ビューティーバタフライです。ビューティーバタフライ、はい、どういう意味ですか、ビューティーバタフライ。はい、なんて言ったらいい、CD に、うん、歌になってる、うん、ビューティーバタフライは、はい、なんでしょう、その、うん、長女がさなぎから君たちの、はい、私たちの、うん、一歩先のステージに行くようにという願いが込められて作られたとき、うん、少し今までの私たちの重さもあるんですけど、うん、少し大人っぽさが加えられた曲になっている、はい。かけていただきます。はい、今ちょっとちっちゃく合ってるけど、画面の皆さんには大きく。あ、そうなんですか。はい、はい、ユーチューバーだったんですね。そうなんですよ、うん、はい、めっちゃ緊張してるって聞いてます。ユーチューバー最近どう？初めて聞くって言ってます。はい、だから21位ですね。はい、はい、
ベントをやるんですか。あ、そうなんですよ、また19日なんか大阪でやらせていただいて、また20日から22日は東京に行ってください。そうです、ずっとイベントずっとイベント、はい、付き合うんですね。はい、付き合います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。9月21日発売です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてカムイントゥグループさんは何かあります？はい、今回。はい、ちょっと曲とかないんですけど、はい、なんかちょっと特技みたいなの、あ、特技披露してくれる、はい、それでもう十分ですよ。はい、はい、はい、ではまず、はい、はい、私からさせていただきます、はい、私すごく猫が大好きで、うん、マイナーな種類とか珍しい猫ちゃんの種類をすごくいっぱい知ってて、はいはい、マイナーな種類ってどんな種類なんですか。僕、虎猫とか三毛猫とかシャム猫とかしかわかんないですけど、それ有名です。はい、はあの、マイナーな種類で、はい、マイナーな種類で、はい、もっとあるんです、ね、アメリカンキューダっていう猫とか、アメリカンキューダね、はい、いろいろあります。全然わかんないです、はい、で今その種類を使って、うん、9月2日にドラえもんが、うん、お誕生日だったんですよ、はいはい、テレビやってましたね。でそのドラえもんの、はい、うん、歌に合わせて替え歌を作ってきたので、うん、披露させて、歌ってくられるいただこうと思います。座ったまま大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です、はい、じゃあお願いします。できます。せーの、アメリカンキューダ、アメリカンリングテイ、あー、すみません、大丈夫ですか。もう一回やりましょうか。もう一回、はい、すみません、もう一回いきます。もう一回いきましょうね。はい、せーの、アメリカンキューダ、アメリカンリングテイ、ビジアンウラルレックスいっぱいアーテナー、エイジアンキンカロプレネエッタシャンテリー、クークムシシルワンフリッパーキャット、ソーコーケス、アソーコーケス、ドンスコイ、ナポレオン、はい、ヤクチョコレート、何だっけ、持ってください。はい、チャウシ。もうちょっとスコッティッシュホールドドラえもんです。ありがとうございました。なんとね、緊張しますよね。ちょっと待ってください。ちょっと古いドラえもんのテーマだったんで、ちょっと、あ、古いんだ。ちょっと英語聞いてるみたいですね。ね、久々に古いドラえもんのテーマ。ドラえもんも今だって思う。ドラえもんも結構変わってるじゃないですか。そうですね。古いのしか知らない。古いのしか知らないですよ。そういうもんだ。すごい。はい。今何種類あったんですか。ちなみに、それ数えます。はい。大体でいいですよ。はい。15種類ぐらいです。15種類ぐらいね。15種類もだって知らないですよね、猫。知らない。僕もよく近所のコーナーで猫見に行きますけど、そんなに知らないですよ。確かに。知ってます？わざわざ。私、猫。マンチカンが好きです。マンチカね。可愛いですよね。マンチカってどうなんですか。足が短いんです。はいはい。学生運動みたいなやつ。いや、そんな感じです。はい、でもやっぱマンチカね。猫、猫なんで毛がここで。はいはい。そうです。アズジャンって来てます。あら、新しいニックネームですか。はい、ちなみに猫飼ってんのって。これアズジャンって聞いてるんですかね。聞いてる。猫。飼ってます。飼ってます。あ、飼ってる。何飼ってます。さっき最後。から2番目、ドラえもんの前に言った。っドラえもん飼ってるんかと思ってました。ドラえもん飼ってないですよ。誕生日で。僕、ドラえもん飼ってないです。伸びたら飼ってない。びっくりした。スコティッシュ、スコティッシュフォールドっていう、はい、耳が垂れてて、丸っこい猫ちゃんと、うん、頭下一匹のロシアンブルーっていう目が、はい、グリーンで、ちょっと気品のあるね、はい、ブルーの毛並みの猫ちゃん飼ってます、うん、お金持ちが飼ってそうな猫ちゃん、うん、お金持ち、うん、お金持ちで
お金持ちじゃないんですけどっていうことね。はい、ということで2匹も飼ってたら結構大変じゃないですか、ね、そうですね、世話とか出かけられないじゃないですか。そういつもなんかあの出かける前に絶対1匹の猫が、うん、あーって言いながらそんなの出してって言うんですよ、はいはい、だから本当になんか出ていく時にいつも、うん、あちょっと出ていかんとってとか言うのでいつも手こずってます、はい、なるほど、甘えん坊なんですね。そうです、終わりました、ありがとうございます。あとは誰ですか。私も一応あります。はい、はい、一応すると、私なんですけど、うん、ずっとちょっと特技ってなってて、初音ミクさんすごい好きなんで、はいはいはい、ちょっと初音ミクさんについて語ろうと思ったんですけど、うん、語り始めると、まあ、ちょっと時間がね、ちょっと30分ぐらいかかっちゃうんで、はいはい、早口言葉を最近ハマってるんで、うん、頑張ってるんですか。そう、最近ちょっとお家で早口言葉してるんで、うん、はいはい、じゃあしてください。いきます、はい、どうぞ。老若男女、老若男女、老若男女、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、ずれの曲はよく聞く曲、ずれの曲はよく聞く曲、ずれの曲はよく聞く曲だ。はい、これはできてるのかな。できてる、最初の方できてない。あー、終わったとね。老若男女って言えないですよね。老若男女難しいですよね。はい、言えます。言えないです。言えどうぞ。一回言って言います。はい、老若にゃんの。言えてないや。言えてないや。一回先言えで、先言えで、先言えで。そうですね。早口言葉は難しいですよね。これなんでハマってるんですか。すごい、もう、なんどう日だそれも早口言葉だけど、ハマってるんで。なるほど。でも結構言えた方だと思います。はいはい、なかった。言えてないけど可愛いって来てますよ、コメント。ありがとうございます。はい。言えてないけど可愛かったらいいってことでね、うん、はい、ということでした。ありがとうございました。はい、アイドルの皆さんにはまだずっとお付き合いいただけますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はですね、いろいろ、ゲスト来てますが、続いてのゲストをお呼びしたいと思います。はいはい、ですね、ウェブニュースサイトですね、週刊東大阪のですね、記者の野口さんですね、どうぞ。野口さんはですね、東大阪のニュースをいろいろ追っかけている探検隊の隊長ということで、あちこち出てますもんね。探検隊記者ということで、ありがとうございます。はい、東大阪もいろいろイベントあるぞということで、今日はお越しだったんですが、どんな感じですか。まあ、春はですね、はい、スイーツスクラムという、うん、スイーツをスイーツイベントやられてましたね。スイーツイベントをしてたんですけども、はい、今回はですね、この後ろにある、はい、今回ちょっとずつ、はい、2種類持ってきました。はい、2種類で、はい、東大阪の人というか、まあ大阪の人ってみんな自転車のことをチャリって言いますよね。チャリですよね。なのでチャリのイベントをですね、開催します。それがまずクレスポサイクルフェスタですね。まあ、クレスポ永田というショッピングセンターなんですけども、そこでちょっと秋なんで、皆さんに健康になってもらおうっていうことで、次世代型バーチャルサイクリングシステムを使ったシャリのイベントをしますね。はい、スポーツの秋ですからね。そうですね。どんな感じなんですか、そのバーチャルサイクリングって。ね、このチャリにまたがってもらって、うん、はい、その目の前が、うん、バーチャルシステム、あースクリーン、バーチャル映像のスクリーンになってて、それを競技型なので、はい、2人で競ってもらうっていう。楽しそう。まあ、もちろんそれだけじゃなくて、セグウェイって知ってますかね、はい、電動自転車で、あれめっちゃ乗ってみたい、うん、あれに乗れるんですけど、そうですね、お買い上げレシート1000円以上で1回参加。お買い上げレシート、フレスポってどこにあるんですか。フレスポは2種類あるんですけど、はい、2店舗あるんですけど、今回サイクルフェスタがあるのは、東大阪の永田地域ですね。永田地域、結構ね、まあ、ビジネス街というか、工場だったり、はい、中小企業が多い場所なんですけ ど、その中で、チャリに乗って楽しんでもらおうと、はいはい、そういう企画ですね。なるほど、はいはい、それが一つで、それが一つです、はい、でもう一点がトライ君知ってますかね、うん、知ってますか、知ってますか、さすが東大阪、はい、トライ君と、うん、東大阪にたくさんゆるキャラが実はいるんですけど、その5、6種類ですね、種類って言っちゃったらダメです、5、6、2、2ですね、どんな例えばキャラがですか、トライ君以外に。千成くんっていうひょうたん型の、ひょうたんね、そうなんです、ひょうたん山に、ひょうたん山のゆるキャラがいるのとか、あとは日に新たちゃんっていう、これまで高校生が考えたキャラクターで、日に新たちゃんっていう、それどういう、日進高校が考えたので日に
新しい日に新たちゃん太陽太陽の、はい、まあ、坊やか女の子か太陽の子だったり、まあ、いろんな東大阪中のゆるキャラが集合するっていう、はい、そういうイベントがあのこちらは、フレスコ東大阪で、はい、これまた違うフレスコ、そうですね、こちら長田 と、フレスコ東大阪はですね稲田地域ですね、うん、はい、でされるんですけども、まあ、有名なところでいうと稲田桃とか、うん、まあ、桃の昔からある、古い、まあ、果物ですねが有名なところなんです、はい、まあ、そこで、まあ、このフレスコ東大阪はすごくファミリーの方がたくさん来られるショッピングモールなので、はい、まあ、そこでゆるキャラをドンと出して、はい、子供たち、あとはおじいちゃんおばあちゃん、老若男女、みんなで楽しんでもらえるっていう感じですね。なるほど、ゆるキャラが大集合するぞという2つ、はい、そうですね、ゆるキャラとあの触れ合ってもらえるっていう、そういうイベントになってます、はい、なるほど、はい、ぜひぜひこの秋はゆるキャラとあのシャリで楽しんでもらえたいと思います、はい、これはですね、あの9月19日からは3連休ですもんね。そうですね、3連休でした。13連休の最後です。18、19、はい、そうですね。で、こっちが22日は22日は木曜日の祝日ですね、はい、ちょっと1日だけ、なるほど、なるほど、飛んでるところでですね、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、それとさらに今日はですね、皆さんのために野口さん、お土産を持ってきました、はい、持ってきました、はい、東大阪といえばですね、もうスイーツ、スイーツが、ね、たくさんということなんですが、皆さんあの数があまりありませんので、クイズに答えていただいて、はい、うわー、ということで、お願いします。確かに。